はい、皆さんこんにちは。ワンダリングのビッシュです。今回は信長の野望創造戦国立志伝、小野正嗣でのプレイ、続きをやっていきましょう。前回ですね、満を持して準備万端整えて今川に謀反を起こしたんですが、残念ながらですね、やっぱり今川の戦力が強大すぎる。かつやっぱり四方八方を今川に囲まれている状態というのが良くなかったですね、はっきり言って。なのでかなり厳しい状況に追い込まれてます。なのでまずは、領土を防衛するというのを念頭に、大垣城、長島城、この辺りを奪取しながら、武田、北条、毛利、この辺りとですね、うまく連携をしていきたいなというふうに思っています。とはいえですね、連合から抜けてしまった。最後前回ご覧いただいた方は、事情はね、把握していただいているかもしれませんけども、連合に一度入った状態で今川と開戦に及び、ピンチに陥ったため、連合を脱退して今川と一時的に休戦したという状態なので、いかんともしがたい状態。武田からも北条からも睨まれているというところなので、明に連携することはできないので、暗に連携していきたいなというふうに思っています。では早速プレイの方を進めていきましょう。今川とはですね、そういう事情もあり、残り5ヶ月間は戦闘に及ばずに済むと。かつ朝廷工作も始めたので、まずはそうだな、外交だよな。工作できる相手はただ誰もいないか。今ね、ボタンをいろいろ押してるんですけど、どこにも遷移しないということは、誰もこの当家と外交をしてくれる人がいないということなんですね。じゃあ、政策で援交はできるか。援政策を取り行交金います。工作ができればというところですね。これで皆に外伝えて交おできまるす。ところが増えるかというと、増えない。あれはね、効果を高めるっていうだけですからね。そしたらターンをちょっと送っていきましょう。怖いですが、まずは今川軍が引き上げていくはずなので、その引き上げをきっちり見届けましょう。なんだったらね、居座ってもらってもいいんですけどね。居座っている間は解けないですからね、その休戦状態が。何？誰が出陣腕したんがだ、鳴どるこに。ぜ。今川軍と武田軍がね、ぶつかってくれるといいんですけどね。ここはただ今川軍が飯田城を攻め、武田軍が飯田城に攻撃をかけるわけではないか。違うな。今川軍が飯田城を攻めようとしてるな。これただ、もし武田が潰されるようなことになると非常にまずいな。武田と今川が全面的に争ってくれると、だいぶ戦いやすくはなってくるかなとは思うんですけどね。ちょっとそういう展開になるかどうかというところも含めて、ちょっとどうしようか、見極めが必要かなというところですよね。武将の数も例によっていつも通りって言ったらいいのかな、全く足りない状態ですからね。おお、これで初めて外交ができる。宇都宮と西園寺か。さらにこの外交をする必要がないようなところしかないな。そうだよね。さて、どうしたものかという感じですね。こうなってくると、武田と今川の、なんていうのかな、その行く末というか状況はもちろん見極めが必要なんですけど、
それ以上に、なんて言ったらいいのかな、自力をつけていかなきゃいけないところなんですけど、四方八方を固められてしまっているので、今側に自力のつけようがないっていうところが、なんとも手詰まりな感じになっちゃってますよね。どうしようかな。やっぱり切り開くんだったら、武田と連携して、三河あたりに進行するっていうのがいいのかなとは思うんですけどね。二条城も失陥したし、これ以上機内をこう頑張ろうっていうのは難しいかなって気がするんで、しばらく力を蓄えつつ武田の動向を見極めて、やっぱり尾張から三河へ進行するっていうのが一番無難かな。その間に武田との関係修復も図っていきましょうかっていう方針でいきましょう。じゃあ工作を打っていきたいけど、伊達か、毛利にはちょっと、じゃあひとみちゃんを送っておきましょう。長宗壁にも送っておきましょう。伊達はちょっとまだ遠すぎるな。贈り物も贈れないもんね。贈り物が贈れるようになると一気に進展するはずなんですけどね。まあ、今は朝廷外交だな。朝廷外交に全力を尽くしましょう。ただここに来て武田軍がどうだ、それなりに展開を始めてくれているというのは大きいな。おお、ここは武田軍とものすごいぶつかってるね、飯田城で。これはありがたいぞ。実際手薄になってるんじゃないか、この辺の戦力は。かなり手薄になってる。このままあと5ヶ月間、3ヶ月間か、この状態が続いてさえくれれば。この信長にご命令を、収支をご確認ください。そうすれば多少状況が変わるかもしれない。これやってみると、やっぱりここのあたりだいぶ戦力が乏しくはなってきている状況は見て取れるけど、なんといってもな、機内が完全に安定化してしまってるっていうのが良くないですよね。機内が安定化していることによって、機内の兵力をいつでも動員できる状態になってるので、これがやっぱり牧島城あたりにガーンと入ってこられると、いかんともしがたい状態になるな。ここは長島城、大垣城あたりはダッシュしてしまいたいところではあるんですけどね。ちょっとそうは問屋が下ろさないというか、難しい感じもするな。いずれにしても武田軍と今川軍がぶつかってるっていうのは、こちらにしては好条件ですよね。 できれば毛利がもう少し今川を圧迫してくれるといいんだけど、逆に毛利は、そうか、大友から圧迫受けてますね。となるとこの備中高松城も守りきれない可能性があるな、今川軍の攻撃に。備中高松城が、その毛利が守りきれるかどうかっていうのは、一つ毛利を頼りにできるかどうかっていう意味ではいい指標になりそうですね。
見せしましょう。この信長にご命令を、収支をご確認ください。早急に修復をして回収もかけられるんだったらしておきましょう。まあなんといっても、ね、今川軍に四方八方囲まれているという状況には何ら変わりはないですからね。この状況をなんとか打開するには城の増強だけではどうしても足りないかなっていう感じはしてしまうけど、今すぐ打てる対策ってそれぐらいしかないからな。ご用を受けたまわります。ちょっと兵糧を売ってお金を用意して木材を買っていきましょう。ご用を受けたまわります。でその上で回収だ。まあ、大規模な出兵をこちらから仕掛けるっていう可能性は非常に薄いので、どちらかというとしっかり回収をかけていくっていう方が先かな。木材不足でちょっとこれ以上回収は進められないか。となると工作だな。工作ができるところが他増えてきてくれればいいんだけど、これ以上は増えてこないね。贈り物も当然贈れないよね。そうなると朝廷外交が37か。まだ37か。なかなか厳しい状態に変わりはないですね。昔いろいろいろんなパターンでプレイをしたこともあったかなと思うんですけど、今回は結構厳しい感じになりそうだな。山の内上杉家とかでやった時もね、もうかなり厳しい状況の中なんとか挽回に挽回を重ねましたけど、今回は四方八方的に囲まれてるっていう状態なんで、ちょっといろいろ考えていかないと危ないかな。絶対に守らなきゃいけない拠点でいうと観音寺、ここは絶対守らなきゃいけないですね。牧島城は最悪失陥してでも大垣長島を取る方が優先かな、戦略的には。あとは武田軍がどこまで進攻してくるかですね。武田軍と正面切ってぶつかるっていう状況にはしたくないものの、武田が今川を圧迫してくれないと話にはならないので、これを見るとただ武田軍はさらに進攻してくる構えはなさそうだな。撃退したところまでという感じですね。こちらもそうかな。どちらかというと今川軍が武田領へ進攻をかけたっていう感じで、それの防衛に当たったのが武田軍っていう流れっぽいですね、パッと見の感じは。工作でね、武田軍と仲直りしたいところですけどね、なかなかそう簡単にはやっぱり許してくれないですね、裏切り者は。今川軍との停戦が完全に切れたな。問題はこの切れた状態で今川軍の動向だな。今今川軍は飯田城に向けて攻略隊を送ろうとしている感じですね。確かにこの飯田城で激戦が繰り広げられているな。
この隙をつくことはできるんだろうか。長島城あたりに大軍をぶち込むことができれば、あるいはというところではありますが、ちょっと様子を見ながら、大垣城に武将が一人こもってる状態だな。この3800、この3400、これをやり過ごした後大垣城を攻めましょう。今攻めると大垣城の防衛にこれらの2部隊が参加してくる可能性があるので、この2部隊を守備よくやり過ごすことができれば大垣城、さらに余裕があれば長島城を一気に攻略しようという作戦でいきましょうか。本当にそんなことができるのかっていうね、綱渡りな展開が続きますが、朝廷外交は58まで来てますね。あと4ヶ月ぐらいかかるかな。この4ヶ月を耐えしのげば、あるいはチャンスがあるかもしれない。もうそのチャンスにかけるしかないですからね。あと武将をしっかり配置しておかないといけないけど、一人っていうのはないな。最低でも3人ずつは武将を配置しておきたいので、犬山城からどうしようかな。犬山城かなり豪華だな、こうやって見ると。あとはそうだな、おっとは、牧島城はちょっと危ない拠点だけど、小谷から勝本を出すか。で、あとは観音寺はよくて、鳴海城は重要拠点なので、鳴海城には犬山城から光秀、いや勝家だな、勝家を出しましょう。もうこの辺りブレブレだな本当に。ちょっと僕自身もね、完全に今回綱渡りな感じに、もうちょっと本当はのんびりがっちり今回はシャクシャクできますみたいな雰囲気で行きたかったんですが、そうはいかないですね。やっぱり数正を音羽に送り、もう一人どうしても欲しいんで、これを稲葉山から出しましょう。で、武将の数を揃えたんで、各拠点に3人ずつは武将を配置したので、なんとかこれで事なきを得るというか、なんとかしのいでもらうしかないな、しばらくは。さて、これであとは今川軍と武田軍がお互いにお互いをこう戦い合う、叩き合うっていうのが理想的な展開だな。出た、引き上げていた。このチャンスを逃さずに、まず忠勝を討ち取りたいな。忠勝はどこにいる？水掛城に戻るんだな。ほう、そしたら亀山城、あ、ちょっとここ本当に悩むけど、長島城に対して一気に大軍で攻めかかりましょう。長島城を取ればだいぶ楽になる。大垣城は稲葉山城から兵を出して、ここも一気に落としましょう。出るとするか。まず長島城は敵3人武将いるんだな。大垣城は1人しかいないので、そうなるとまずは隊を二手に分けましょう。道館率いる5000と大垣城ですね。大垣城も取ります。で、正嗣率いる本隊5300、これで大垣城を確実に取る。で、長島城3800なんですけど、これは清須から1万3000で力押しで取りましょう。いやー、吉と出るか京都出るか、これ場合によっては一気に滅びのシナリオになる可能性あるんで、ちょっと結構重要ですね。よし、
お助けいたします。逃がしはせんぞ。包囲します。包囲戦にする必要は全くないので、むしろ包囲戦なんかにしてると敵の増援がやってくるだけですからね。まずは大垣城を先に攻略しちゃいましょう。でその前に内政をバシッと決めちゃいましょう。で投資取引、どうしようかな。取引で木材をちょっと厚めに買っておいて、ただお金もなくなってきてる部分がありますからね。工作武田は無理だね。それを確認したら密談で、そうだな、松永久秀に送っておきましょう。信長、あとは松倉、この辺りはね確実に引き抜きできる武将がいるんだったら引き抜いておきたい。かつもともとこちらにいた武将とかも混ざってますからね。村重もこちらに引き入れましょう。他はいいかな。よし、これで外交はできなくて、家臣も難しいなとなれば、建設改修で自分でやれるところがあればやっておきましょうか。城でかくした後に城を奪われるっていうのが一番ね情けないパターンではありますけどね。さあこれでじゃあちょっとターンを進めて、まずは大垣城、ここはね関ヶ原の前哨戦にもなったぐらい交通の要衝ですからね。続け。長島城の方には確実に敵の増援が出てきてましたからね、ちょっと怖いところではありますね。これで決まりだ。ただ道館相手に光秀の妻ごときで何ができると言いたいぐらいの感じで攻め立ててはいるな。かつ敵は、まあ、守備隊として武将が一人しかいないので、反対方向から回り込めば確実に打ち取れる。ここで狙撃を打って、すぐに片付けてやるさ。置きたいところだな。さあ敵がどっちに動いたかだな。敵城門一気に突破しました。本丸になだれ込めれば。城門を破壊しました。皆さんお気をつけて。これで城門を溶かしましょう。念のため、念のためですね、包囲に入っていたのでこの状態で、回線状態を解けば城は落とせるはずなんですが、念のため、ちょっと怖いんでもう本丸まで落としちゃいましょう。ちょっとこの後守るときにね修復するのが大変っていうのはありますけどね。確実に大垣城は取りたいので大垣城を取り返しましょう。このあと長島城の戦いもね一気に型をつけなきゃいけないので、そっちも結構大変ですね。負ける気がしないな。おお、長島城にはもう敵が殺到してるな。しょうがない、長島城に急いで救援を出しましょう。最悪牧島城は捨てるという話は変わらずです。長政含めてかなりの大軍が来てるな。間に合うかどうか。我らも加勢しますぞ。
これは城で迎え撃った方が圧倒的に有利だろうと思ったけど、どうだ、敵の展開の様子が全くわからないから厳しいか。長島城は撤退した方がいいかな。そしたら長島城から兵を引きましょう。まあ大垣城しか取れませんでしたけどね。まあ大垣城だけでも取れたというんで御の字にしましょうか。で大垣城を防衛できれば、まあとりあえず領地が分断された状態を一旦回避することができる状態になるかな。で飯田城の戦い、武田軍と今川軍の戦い一旦終わったかな。ただこれ終わっちゃったら終わっちゃったで怖いよな。いやー非常になんか厳しい展開が続いていきそうな、そんな感じですね。武田軍ともうちょっとしっかり連携できれば、こっからでもまだまだ巻き返しはできるかな。まあしっかり連携といってもさっきから言ってるように今川と和睦するために武田を一度裏切ったので、なんていうのかな、この外交とかでしっかり同盟を結ぶとかっていうところにこぎつけられないのがちょっと苦しいところではありますけどね。暗に連携をしていくと。大垣城は本当にでかいな。海賊で大垣城に速攻で人を入れねばならないけど、人の余裕があるところがもうないな。乙葉から一人、武将の数が足りない、全然足りないな。なんか最近のプレイはいつも武将の数が足りない、武将の数が足りないってね、それしか言ってない気もするんですが。大垣城に鳴海城から一人出しますか。もうちょっと大規模にね、その今川軍と武田軍がいざこざを起こし続けてくれると、ありがとうございました、こちらとしてはだいぶありがたいんですけどね。なかなかそうはいかないですね。で、人が入ったらすぐ大垣城は修復をかけましょう。はい、というところで時間もちょうどよく30分ぐらい経ちましたので、まずは今回大垣城奪還できたので次は長島城ですね。で再三繰り返しになりますが、最悪山城にある牧島城は放棄してでも長島城を取る。で基本的な戦略としては、まあどちらかっていうと尾張から三河へ進行していくっていうね、作戦でいきたいなというふうに思っていますので、ぜひぜひ引き続き皆さんにお楽しみいただきつつ、いろいろアドバイスをいただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。